まあ、僕はもともと応援する前から、はい、すごく会いたい人だったんですよ。あ、そうなんですね。はい、でお会い、まあ、共通の知人をすごくこう探してお会いさせてもらって。知らなかったですね。あ、そうなんですか。すごく、しんのすけさんの頃からすごく興味あって、会いたいなってずっと思ってたんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。びっくりしました、今。そうなんです。初めてお会いしたのは北新地の今。いや、そうなんです。そうなんですけど、はい、でも真面目な感じでね。ご飯屋さんも行きましたよね。うちの家内も一緒だった、はい、うちの家内がもう大ファンなんですよ。まず歌舞伎自体が大好きで、まあ、よく行くんですよ。そうですね、よくいらっしゃいます。ここまで気になったのが、9月に南座で歌舞伎やらせていただいてて、豊さんと奥様来てたんですけど、はい、千秋楽の前の日ぐらいだったんですけど、2枠目ぐらいから豊さんがいなかったんですよ。あららら、つまんなかったんですよ。いや、違う、ね、全く言わずに、はい、普通に見に行ったんですよ。で、僕はその途中からどうしても行かなきゃいけない食事会があって、一幕目だけこう見させてもらって、なるほど、こそっと見に行ってこそっと帰ったんですけど、あれからが面白かったです、ね、気づいたんです、はい、そうなんですか。いや、ちゃんと探した、あれどうしちゃったのかなあの時は、あれ馬乗ってましたもんね。乗ってましたよ、ね、白い馬に。そうです、はい、あの馬の馬役の人の動きがすごい気になってます。あの歩き方が違う、足がね、そうこう上がってるとこで、ね、違う、そうですね。今後ちょっと指導によろしくね、はい、どうですか、タケさんから見たこの市川海老蔵さんっていうのはどういう方ですか。そういう気もそんな面白い。そうですよね、はい、いやでもやっぱり本当に実際こう舞台に上がってるのを見ると、なんかね、やっぱりあこの人モテるだろうなって思いますね。そっちですか。いや、本当なんかこうホーッとなりますね。なるほど、いいと思いますね。じゃあ逆に海老蔵さんから見たタケさんっていうのは。いや、それはもう歴史でしょ。歴史、もうやっぱり僕やっぱりずっと見てますから、競馬勝てないですけど、子供の時は見てますから、その時から勝てたでしょ。勝てないじゃないですか。今みたいに投票、電話投票ないんで、ですから、もう本当にだからその古い馬、はい、そのスーパークリックとかオイルキャップとか、あの辺とかも全部豊さんっていうか、豊さんとあとね、岡部さんとかちょっと上にいらっしゃって、あと南さんとか、あと田原さんとか、はい、なんかその先輩たちは結構ひしめき合っている中、安藤さんとかもいらっしゃって、豊さんがやっぱり圧倒的に勝ち続けてて、すごくいいですよね。僕それずっと見てて、そうですね、初めて会った時はちょっと緊張しました。はい、歴史なんじゃないですか。レジェンドっていうのがいいじゃないですか。まさにその通りの方。はい、分かりました。ありがとうございます。さて今回はですね、 JRA 創立60周年を記念いたしまして、10月22日から2週間にわたり、こちら日本橋三越本店で馬と歌舞伎をテーマにした展示が行われているんですけれども、海老蔵さんが今回案内人を務めてくださっているんですよね。そうですね、この上で拝見させていただいて、はい、その先ほど豊さんもおっしゃったように、その歌舞伎でも馬が出てくるんですよね、まあ、そういったことで結構いろいろ出てくるんですよ。ということで、なんかそのこういうつながりもあるんじゃないのかってことで、ああぜひ僕競馬大好きなんでって話して、上で7階でしたっけ、6階ですね、展示会場がございます。で見ると歌舞伎のこともわかりますし、競馬も確か東京競馬場かなんかのパッドが出てて、はい、指動かすとなんかこうターン芝の上からの眺めが360度見れたりするんですよ。だからすごく面白くて、なんか何の話、このイベントの話、競馬を宣伝してくださってありがとうございます。いやでもよく噂で聞くんですよ、なんか大口払い戻し、さすがですね。噂は聞いてるんですよ。誰が頼んでるんですか。いや、よく聞きますよまあ頑張ろうかなって思ってますけど、ね、私の春の天皇賞、京都の天皇賞の夜に、はい、偶然夜、まあ、ある酒場でお会いしたんですけど、財布に入ってなかったですね。あらまあ、あの日はね、勝ちましたね、確か。あ、タイが、そんなとこ見てたんですか思いっきりもうカウンターにこう積んでますよ直接帰ってお財布置いただけなんですけど財布に入ってなかったです。
るほど、そういうこともでもその部分ちゃんとあの、うん、投資してますよ。じゃあ後ほど天皇賞のお話も伺ってまいりたいと思います。まずは競馬と歌舞伎の初心者の方でも気軽に楽しめるような楽しみ方や見方っていうのを今日は伝授していただきたいと思います。まずは武さん、初心者の方に競馬の楽しみ方、はい、ポイントというのはどういうところにかありますか？そんな難しくないです。もう馬券って買わなくてもいいんですよ。本当に見に来ていただければ、はい、入場料200円ですから、1日楽しめると思うんです。本当に見るだけで楽しめる時間、空気だと思うので、もうぜひ、なかなかああいう広い場所って今少なくなってきてると思うんですよね。緑があってすごくいい場所だと思うので、はい、しかも動物なので子供でも楽しめると思いますし、ぜひ来ていただき、一度来ていただければっていう感じですね。僕も馬券がどうこうじゃないですね、はい、子供って話があったんですけど、はい、娘が生まれた時に、はい、じゃあ動物園に行こうかって行ったのが東京競馬場でした、ね、大変喜んでました。そうですか。一種類の動物しかいないけどいいですか？いいよって言うんで言いまして、大変、もう大変楽しかったですね。どんな、ね、喜ばれていたんですね。動物園ですよね、子供からすれば。またお子さんとかも遊べるスペースもいっぱいあるんですよね。すごいあるんですね。僕は海外の競馬場とかもよく行くんですけど、はい、海外の方が本当ご老人が2人で手をつないでとか、子供、孫を連れてとか、そういう方がすごく多いんです。じゃあデートにもいい、はい、そういう、デートいいですよね。乗ってる方は、ね、腹立ちますけど。ぜひ一度府中、今東京競馬場府中の方でやってますので、ぜひ来ていただければと思います。今週の土日も東京競馬場で、はい、今週天皇賞がありますからね。天皇賞どうですか？天皇賞、僕はそのヒットザターゲットね、伏兵ですけど三着狙いでいきます。あ、じゃあ皆さん買いましょう。今武さんからも天皇賞のお話がありましたけれども、ヒットザターゲット副賞、じゃあ海老蔵さん、歌舞伎の楽しみ方、歌舞伎の楽しみ方、はい、難しいですね。この僕も楽しめてるかどうかよく分かってないですけど、まあ、やはり同じようなことで、やはり日本の文化ですし、やはり日本の、独特のものですから、はい、やはりそのどちらかというとその200円で入れないんですよね、歌舞伎は。歌舞伎はそうですね。ですから、でもやはりその昼の部、夜の部でございまして、11時から大体3時ぐらいまでと、4時半ぐらいから8時ぐらいまでと、2部構成が大体一般なんですけども、どちらか選んでいただいて、一度初めてご覧になっていただくっていうのが、その一つの入り口じゃないのかなと、なるべくこう分かりやすいものを最初ご覧になる方がいいでしょうし、いろいろ知識のある方はいきなりこの歌舞伎座の大きなこう大時代、大時代ものとか、そういうのを拝見しても何かこう感銘を受けられる方もあると思いますけど、やはりその初めて見るというよりもこうだんだん自分が歌舞伎の場合は経験やなんか思いがいろいろ重なれば重なるほど、昔分かんなかったことがどんどん分かるようになってくるっていう、その日本人ならではのこの感受性、そういったものが自分の年齢とともにその同じものをやってるんです、古典ですから。ですけれども、あ、こんなことをやってたんだっていうことをこう時間とともに感じるんで、なるべく早い時点で分かんないことを体験し、いろんなことを経験されて分かってから見るっていうことが一つの楽しみ方じゃないかなと思うんで、まずはやはり同じように一度、はい、そうですね。私の歌舞伎の入り口は海老蔵さんだったんですけど、はい、行った時にそれまで全く知識もないですよ。今でもそんなに詳しくはないんですけど、やっぱり行ってあっと思って、すごくこう今まで自分が感じたことがない感覚があって、はい、あ、また行きたいなっていう感覚になったんですよ。そうなんですね。それで僕結構行ってるんですよ。そうですね、はい、ちなみに最初は何をご覧になったの？だから大阪の時の、はい、大阪、僕でいつもなんかいろんなことやってた。そうですね。あと東京の時も海の話とかもあったし、はいはい、海の話。いやーもうね、たくさんね、あ、こっそり、結構こっそり言ってるんですよ。海の話、はい、ものすごい長いセリフ喋ってる。そうです、はいはいはい、先人の楽器を重ねた漆のような。でも分かりやすいじゃないですか、初心者で、はいはい、すごいんですよ。そうなんですね、かっこいいんです、
じゃあ、ぜひ、僕が歌舞伎宣伝するのも変ですけど、いや、本当ね、ぜひ行って、皆さんに見ていただきたいと思います。僕も、なんか本当の、自分がそういう感覚になるとも思ってなかったんですけど、はい、行くと、あ、行きたいとかまた思うんですよね。なるほど。じゃあ、やはりね、武さんといえば、はい、ディープインパクトという馬が印象にありますけれども、はい、あの初めてお会いした時もすごくディープ、まず最初にディープのことを聞かれたのを覚えてます。そうですね。あ、そうなんだ。僕泣いたんだもん一回。なのでディープなの。凱旋門賞で泣きました。僕は信じきってて、はい、負けるはずがないと思ってたので、それいろいろ伺ってて負けないと思うっていう感じがあって、で、あそこでね、そう泣きました、ね。すごい怖いぐらいに質問来る。なんでですか、なんでですか。そうなんです。そこがまた競馬の難しさというか、うん、まあでもそういうディープの悔しい思いもあったけれども、今はね、そのディープの子供っていうのも、そうですね、もう活躍してますからね。一番印象深いディープの子供で一番印象深いのって、それはやっぱ絆じゃないですかね。ああ、そうっすよね、絆。絆ね、昨年ダービー勝って、本当に今年の凱旋門賞、僕は自信があったんですけど、と怪我してしまって、来年ですね。やっぱりそのディープと絆の似ているところっていうのはありますか？はい、ありますよ。乗ってて思いますし、ディープインパクトの子供だなって感じますし、なんかもう一つあるっていう感じですね。普通じゃなくて、さらにもう一つあるっていう、なかなかいないそういう馬なんで、こういう馬は本当に世界でもなかなかいないっていう自信があるので、はい、来年の凱旋門賞ね、絆で勝ちたいですね。そう、今年もね、ちょっと寂しかったですよね。そうですね、絆が出なかったんで、しょうがないです。まあ、でもそういう意味では、ディープと絆っていう、ね、親子の血が受け継がれているっていうのもありますよね。海老蔵さん、そういう意味では、歌舞伎の中では世襲っていう考え方が近いんじゃないかなと思うんですが、うん、このあたりいかがでしょうか。あそう、どういうことですかね。でもやはりその血統っていうのは馬も人も人類すべて言えることなんじゃないのかなと思います。まあ歌舞伎役者の世襲っていうものの、まあ、良い点と悪い点ってやっぱあると思うんですけどね、はい、やはりそのディープの子だからといって必ず走るのか、その中でもよりすぐりの馬が選ばれた馬がこうすごい前に出てくるわけですよ、まあ、そういったことの中でやった我々の場合はほら何百頭も、ね、その生産できるわけじゃなく、はい、我々はもう1人か2人の子供に託していくわけですから、はい、やはり何よりもその自分の子であるってこともさることながら、まあ、環境づくりですね、人間の環境づくり、やっぱりその子供をその歌舞伎で行くっていう方向性に持っていく環境、そしてまたそのやるとなった時の環境を事前に用意する、まあ、そういったような環境を作っていくことがやはりその我々の方では重要ではないかと。私もやはり子供の頃から父が團十郎、十二代目團十郎がそういったような環境を私に提供したんですね、はい、でそれはまあ僕は知らない間にそこに乗っかってるわけですよね、まあ、そういったようなことをまあ二十歳ぐらいまではする義務があるのかなと、まあ、そういうところでは、ね、そのサラブレッドではないんですけども、サラベッドのように仕立てていくっていうのが、まあ、一つの責任なのかなと、はい、思いますね。やはりそういう意味では競馬も歌舞伎も似ているところはあるんですよね。うん。大丈夫、そんな無理につなげなくて。ね、過去の天皇賞、春秋合わせて11勝という素晴らしい勝ち星を挙げている武さんですけれども、この天皇賞に対する思いっていうのをお聞かせいただけますか。はい、まあ、やっぱり天皇賞、我々の中でもその例えばダービーっていうのは皆さんこう耳にしたことがあると思うんですけど、ダービーっていうのはジョッキーにとってもダービージョッキーと言われるように、本当称号ですよね、目標なんですけど、はい、ダービーは華やかさがあるんですけど、天皇賞っていうのはなんか重みがあるんですよね。だから天皇賞勝ちたいっていうのは全員ジョッキーなら思ってることで、関係者一度は天皇賞勝ちたいってみんなが思ってる、そういうレースなんですよね。その中で11勝も挙げてらっしゃるんですよね。いや、まあ、でもたくさん負けてきましたよ本当に。でも、まあ、数々の名馬乗せてもらってきましたので、
そういう馬で勝たせてもらったんですけど、なぜか天皇賞勝ってもなんかこうはしゃげないですね。天皇賞勝ったっていうやっぱりレースのなんかこう雰囲気ですよね。ちなみに何のレース一番はしゃげるんですか？まあ普段よくはしゃいでますけど、ね、なるほど。はしゃいでらっしゃる方、大江蔵さんもよくご覧になってるかと思いますけれど、僕より福永祐一君とかなり親交があるので、直近仲間の、そうですね、同い年ぐらいなんで、そうですね、よくあの話したりしますよね、はい、ね、まあ、彼もねすごいですよ今。そうですね、結婚してね子供も生まれまして、はい、ちょっと変わりましたよね。そうです ね, ね、さらに穏やかになったんじゃないですか。どうなんですか、なんかカッコつけますよね。あそう、ね、ちょっとね、カッコつけます、雰囲気出すんですよ。福永さん、去年のね、天皇賞秋の制覇。あ、そうです、ね、あ、今年もね、エピファネーヤで、去年ジャスタウェイで勝って、あ、ジャスタ、今年もエピファネーヤで勝つような雰囲気出してますよ。でさっきね、今年の天皇賞の話、ね、はい、ありましたけれども、そうですね、僕はヒット・ザ・ターゲットという本当に伏兵ですね。でもこの間いいレースしてましたよね。そうなんですね、4着ぐらい、4着ですね、京都大賞で、宝塚記念僕乗って4着だったんですけど、そうそう、その時も結構良かった。そうですね、いや、なんか結構ハマれば行くっていう感じ、ね、そうなんです、意外といい馬なんです。そうなんですよね、人気にならないことを願いますよね。人気にならないですよね。そうっすかね、いや、皆さん買いますよ。ここにいらっしゃる方々がね、承認ですからね。日本橋三越ですから、結構100円とかじゃなくて、もうちょっと買う方いらっしゃるまあでも、なんかこう大本命っていうのが今回いない天皇賞なので、まあ、なんかみんなにチャンスがあるかなっていう感じで、一番人気はどれか分かんないですね。そうですよね、何が来るんですかね。ジェッテルドーンなんですかね。あ、まあ、でもね、日本の馬イスラボニーかもしれないですし、そっちかもしれない。ちょっと面白い天皇賞ですね。本当にそうですよね、今年の天皇賞秋も面白いレースになりそうですよね。じゃあ伊藤さん、はい、天皇賞秋騎乗される武さんに応援メッセージなど、おこがましいですぜひぜひ、僕絶対買います今回、3着ぐらいで、はい、3着固定でいや嘘です、あのね、なんかちょっと今日お会いしてて、なんか俺1着あんじゃないのって真剣ちょっと思うようになって、ちょっとちょっとだけ1着固定で3連単買わせていただきたいなと思っちゃったんですけどね。でもヒット・ザ・ターゲットは僕はその前走ですっごい悩んだんですよ。ほんであえて切ったんですよ。ああ、うん、でちょうど取ったんですよ3連単。ああ、よかった。だからすごくそうです、記憶に刻み込まれてました、はいはい、だから最後すごいいいな、僕3着だったんですよ。その時に外から来て、そうそう、ゴールした瞬間、あ、ヒット・ザ・ターゲットいいじゃんっていう感覚があったんですよ。次乗る予定だったので、でも実は買おうと思って、それでここで豊さんに会うわけじゃないですか。なんかね、縁を感じますよね。そうですね、絶対来るなこれじゃあぜひ皆さんも日曜日の天皇賞、当日の海老蔵さんのブログを見て何を買ってるか、ね、あ、間違いなくヒットだったわけでも皆さんあれなんじゃないですか、買い方、先ほど豊さんは見に来てくださればいいっていうのを話されてましたけど、はい、まず見に行き方と、また例えば馬券の買い方っていうのを、そうですね、100円でも100円から本当買えるので、はい、まあ、見ても楽しいし、なんかこう例えば100円買うだけでちょっと応援に力が入ったり、結果によってはちょっと美味しいご飯が食べれたりとかね、それが競馬のいいところじゃないかな。もうそんなにハマらなくていいです、本当そう思います。確かにハマると大変ですよね、はい。さてお送りしてきましたサラブレッドトークショーなんですけれども、残念ながらそろそろお別れの時間となりました。武さんからファンの皆さんに向けて一言メッセージをお願いいたします。はい、今日は本当にたくさんの方がこうやって来ていただいて本当にありがとうございます。競馬は我々一生懸命乗ってますので、ぜひ、おそらくまだ見たことがないという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当に楽しめると思うので、ぜひ一度、見に来ていただければ嬉しいと思います。で、私自身も今後ももっともっと、頑張っていきますので、ぜひ応援してください。ありがとうございます。